はい、本日はですね、視聴者さんのヌプシのスナップコーデをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちらが第3弾ということで、あ、そうです、第4弾でした。第4弾ということでね、いろいろバルトロとかヌプシじゃなくてレトレックスとかね、いろいろやってきたんですけども、今回はね、ヌプシに限ってやらせていただきます。で、っていうのもね、僕のチャンネルってね、結構ヌプシ推しでしょ。だからヌプシ系 YouTuber としてもね、活動させていただいておりますので、本日の流れとしてはですね、視聴者さんからね、いただいた画像をもとにですね、年齢、身長、コーデのポイントっていうのをね、ご紹介させていただこうと思っておりますので、そんな感じで僕も一応ヌプシの方着させていただいたんですけど、ご紹介させていただきます。これと同じやつもね、着てはる方もいらっしゃったんですけど、まず第1人目っていう、1人目っていうのがこちらの方です。ゾン、いやー、おしゃれですよね。この方はね、今回で3回目かな、もうほぼチーム卓造の一員と言ってもいいでしょう。ありがとうございます。こちらのコーデはですね、まず身長からいきますか。身長が160センチで、年齢が42歳の男性ということで、サイズはね、今回 M サイズを着用してるらしいです。本来なら S やねんけども、あえてオーバーサイズ、ワンサイズ上で着てますということと、ヌプシを着てね、バイクも乗りはったらしいんですよ。で、僕も以前バイク乗ったことあるけど、ヌプシあんま向いてませんねいう話したんですけどね、この方もね、確かにバイクあんまヌプシ向いてないですねっておっしゃってたんで、さすがチームタクソだなと。僕のチームはイエスマンしか集めないということでね、賛同していただくとね、とても喜ぶということなんですけども、まあ別にそれはどっちでもいいんですけどね、まあとにかくバイクにはあんま確かに向いてないですよね、暴風じゃないからね。で、まず一つ目のコーデとしては永遠のゼロスタイルですね。帽子を永遠のゼロスタイルで被っておりますので、これ嫁が気に入りすぎたんで、嫁はね、買いました。だからまた近々ね、嫁も被ってると思います。なんかめっちゃいいなって言ってね、買っておりましたんで、また近々かぶってると思います。で、次のコーデというのはですね、まあ、休日に子供たちとちょっと公園に行くときに、まあ、こんな感じでスウェットパンツ履いて、まあ、楽にね、公園行けたらいいかなというスタイルでなっておるようです。まあ、グレーのスウェットってね、結構汚れとかが目立ちにくかったりするし、そういうところでね、いいんかなと思います。で、まあ、サイズ感自体はね、この方多分ちょっとゆったりしたサイズ感がお得意やなんだと思います。普段結構ね、ちょっとゆったりしたサイズ感でコーディネート組まれる方多いと思うんですけど、そういうね、参考になるコーデ一発目ということで、ありがとうございました。ではね、2人目の方行きたいなと思います。2人目の方、この方年齢46歳、身長169センチということで、サイズは M サイズを着用されております。さっきの方とね、同じ M サイズで、まあ、ブラックやねんけども、ちょっとやっぱ見た目違いますよね。で、この方ね、実はポップアップも着てくださってるんですよ。だからね、見た目めちゃくちゃ怖いでしょ。ちょっと胸ぐらとか掴まれんのかなとかって思ってね、ヒヤッとしたんですけどもね、なんやったら名古屋のポップアップ初日一番乗りで来てくれたという卓造チルドレンの一人になっているんですけども、この方車を好きなんでしょうね。車めちゃくちゃあるな。しかも高級車ばっかり持ってますな。で、ね、特にコーデのポイントとかは書いてないんですけども、まあ、ポップアップの時にね、僕とお会いしてね、まあ、一段とファンになりましたということで、本当ありがとうございます。まあ、この方のね、名誉のために言うと、先ほども言ったんですけど、見た目めちゃくちゃ怖いんやけども、まあ、中身優しいのでね、ギャップですわ。ギャップコーデとね、いうことになっておりますので、こちらが2人目ということになっておりました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちら、ズドン。年齢が23歳、身長177センチ、多分僕ぐらいかな。で、ヌプシは XL サイズを着用して、めちゃくちゃおしゃれやないかい。今ちょっと画像見たんですけど、めちゃくちゃおしゃれやないかい。洗礼されたね、ブラックとホワイトだけやねんけども、それでこんだけおしゃれに決まるんよと。で、こういう人が被ってる帽子ってね、ニット帽とは言いません。これはビーニーと言いますね。おしゃれな人が被るとビーニーって言うんやけど、僕が被るとね、あ、ニット帽被ってんのって言われるんですけども、ビーニーにね、グラサンかけてね、シースーにね、ルービーなんていうことで、ちょっと業界人っぽいようなね、スタイリングかなと思うんですけども、コーデのポイントは書いてくれてるのかな？あ、やっぱりビーニーって書いてくれてる。シンプルをイメージしながら、ビーニーとワイドパンツでストリートな雰囲気でコーディネートしておりますと。で、実はポケットにはですね、タクゾーさんの、マネークリップを忍ばしておりますということで、この方何色持ってくれてんやろうな。ちょっと僕はね、知らないんですけども、まあイメージ的にはどうなんやな。オレンジとか似合いそうですよね。オレンジの財布とか持ってたら似合いそうやけども、こちらがね、3人目の方ということで、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちら、ズドンということで、なんと年齢が20歳で、身長175センチということで、ヌプシのサイズはね、 M サイズなんですけど、これ実はお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ノースフェイスとシュプリームのコラボなんですね。だからちょっとなんていうの、ファーになってんのかな。あんまね、見覚えのない感じだと思うんですけども、こだわりのポイントとしては、ヌプシとブーツがブラックなので、ピンクのデニムを差し色にしますと。これおしゃれじゃないと、これできへんよと。なんかインナーもね、ちょっと緑がちらっと見たりするんやけども、一歩間違えるとね、林家ペーパー子さんになるんやけども、これやっぱ若い子が着るとね、ハマるんでしょうね。まあ、間違えてもね、おじいさんがピンク着たらあかんのですけども、こういう若い方がね、着こなすとこんな感じでね、上手に着てますよなんてことになってます。まあ、一つ気になるところを言うとするならばですね、なんか股間のところからなんか棒が生えてるんですね。これ何の棒なんやと思ったりするんですけども、この人人形なのかな、なんかわからんねんけども、まだありがとうございましたということで、次の方に行きたいなと思います。次の方がですね、こちらゾン。いつも動画拝見しております。178センチ、38歳で、サイズがですね、とちょっと出ておりませんが、写真パッと見るとですね、なんかちょっとキムタク意識してんのかなと。年齢的にもね、ちょうど僕らと同い年ぐらいやし、ちょうどね、ダウンも同じダウン着てますわ。この迷彩と全く同じ迷彩着てはって、なんか グランメゾンのね、キムタク意識してはんのかなって思うようなね、スタイル
イリングだと思うんですけども、そういったスタイルです。ちなみにですね、この方鹿児島なんですね。鹿児島で、コーデのポイントはですね、カジュアルになりすぎないことと、まあおじさんなのでとおっしゃってはるけども、全然おじさん臭してませんけどもね。ちょうど女子が好きそうなラインちょっと攻めてるんよと。シャツの上にニットは女子が好きなんよ。それでカフェ行くのが一番たまらんのよということでね、まあ女子受けしそうなねコーディネートされてるんかなと思うんですけど、奥さんがね大阪出身でね、まあ、よくツーリング動画とかでなんか奥さんの家の前がね映ってたりしてるらしいですけども、まあ、もしかしたらご近所かな、ちょっとわからんけども、そんなことでね送っていただきました。ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方こちらゾン、年齢41歳、身長169センチで、サイズがですね L サイズ、オヌプシ着用してるということなんですけども、こちら娘ちゃんとねワンちゃんがいてるんですよね。旦那さんはね嬉しそうにこっち見てくれてるんやけども、犬は横向いて、娘さんもどっか向いてるし、なんやったら赤ちゃんの方は下向いてるということでね、奥さんがねカメラマンやってくれたということなんですけども、僕のねデニムも履いてくれてるらしくて、履いてくれてますね。赤ちゃんこうやってね背負ってる、抱っこしてる時に履いていただいたりしてるんですけども、こうワイドめなねパンツになってるので、まあ、ちょうどアウターと合うようにということでバッチリ合わせていただいてますね。で、まあコーデのポイントとしてはですね、タクゾーデニムですと、まあ汚れてもよくてストレッチも効いてるので子供と遊ぶのにも最適ですということで、もちろんね夏も履いてますよということで言っていただきました。まあ次回はね娘さんがちゃんと前向いてもらってて、ワンちゃんもちょっとこっち向いてもらっててね、赤ちゃんもちょっと大きくなってるような写真とかね、また楽しみにしておりますので、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちらズドン、10万人達成おめでとうございますということでコメントいただきました。身長がですね112センチ、ってこれ誰かなと思ったら娘さんやったんですね。娘さんの身長まで書いていただいてありがとうございます。112センチの娘さんと、旦那さんが169センチで L サイズで、奥様の方がですね164センチでメンズの M を着てると、めちゃくちゃほっこりする写真ですよね。まあ旦那さんと娘さんバージョンもええし、奥さんと娘さんバージョンもいいし、みんなヌプシ着てるのか、そうかヌプシコーデかこれでね。こだわりのポイントを見させてもらったらね、気温が2度のイルミネーションを見に行ったんですけども、その時にねヌプシ合わせましたよと。でポイントはズバリ寒さへの対策1点特化ですと。だから特にパンツとか靴とかインナーがとかっていうこだわりはないし、カラーがとかもないんやけども、おしゃれを捨てたおかげで快適にイルミネーションを楽しめましたって言ってるけど、別におしゃれ捨ててる感じ全くないですけどもね。3人ともヌプシ着ておしゃれやなって多分思うと思うんですけど、そんなところでねほっこりする家族のお写真を送っていただきました。本当にありがとうございます。ちょっとただ一つ気になるのは、パパと娘さんが写ってる時の写真かな。ちょっと娘さん羽交い締めにされてる感じが若干あるというかね、ちょっとじっとその嫌やったんかもしれないんですけどね、撮っていただいて本当にありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方はですね22歳185センチ、ちょっと大きいな。でサイズはねちょっとわからないんですけども、コーデのポイントとしてですねシンプルな海外ヌプシです。これ海外ヌプシのアウターに、実はブーツもねヌプシブーティーをね履いてるということで、コーデのポイントとしてはですね靴下ですね、派手めの靴下を入れてるんですということで、タクゾーさんが以前ナイキのソックスしか履かないとおっしゃっていたように、自分もスタンスのソックスしか履きませんということで、ちょっとスタンスって僕勉強不足でちょっとわからなかったんですけども、こんな感じでね靴下履いていただいてるんですね。ただこれブーツ履いたら見えへんやないかい、全く靴下見えへんやないかいと思うんですけども、そういう見えへんところにこだわりがあるんですよね皆さんね。あと下着のパンツとかね、わかりますよわかりますよ。それはねただ一言言わせてください、見えへんやないかいと。それだけ言わせていただいてね、次に行きたいなと思います。こちらズドンということで、息子さんと一緒に写真撮っていただきました。息子さんが4歳で105センチです。ブラックの110着てますね。さっきの女の子120着てましたけど、そんなところちょっとすいませんね。でお父さんの方が40歳で168センチのブラック M サイズを着用しているということで、以前ねバルトルでもね送っていただいたんですけどもね、今回息子さんも登場してくれたということで、ヌプシに関してはねジャストメよりちょっとオーバー気味に選んでますということで、タクゾー病にかかって息子まで買ってしまいましたと。僕の病気は何の病気かちょっと分かりませんけども、息子さんもねそれで気に入ってくれてるんやったら良かったですよね。ただこのペイズリー柄のパンツっていうのかな、こういうのって合わせるのね結構難しいと思うんですけど、まあ、あえて上シンプルにしてね下を派手めにしてはるんかなと思うんですけども、そういうコーディネートをされてるようです。息子さんのねサングラスがなんとレーザーラモン HG と同じようなサングラスをかけてはるということで、これもコーデのポイントかもしれませんけども、ありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。こちらズドン、海外版のヌプシの XL を着てるらしいです。結構大きいですけどね。身長176センチ、コーデのポイントはですね基本的には太めのパンツをね合わせてるんで、今回もね太めのパンツということで、ブラックとグレーのモノトーンで勝負してますと。インナーもねステューシーとナイキのコラボスウェットとか、パンツはクックマンのシェフパンツとか、スニーカーはナイキのエアホースワンということで、めちゃくちゃこだわってるんやろなというところがね出てきますが、この方ですね文言に書いてへんかったから言わんとこかなと思ったんですけど、ちょっと YouTube チャンネルねやられてる方ということで、僕も以前からねお付き合いのある方なんですけども、僕のチャンネル知ってくれてる人やったらね知ってるんちゃうかな、あのチャンネルの人なんですねと
ということで急遽ね、トムさんにもね出ていただきました。では残りね半分折り返し切ったかなと思いますのでガンガン行きたいなと思います。お、これはあれですね、今年のヌプシですね。この柄はね今年の名産になってるんですけどもね、こちらはね、あ、やっぱり今年購入しましたと書いてあって、37歳176センチということで、っていう柄感がねこう強いので、まあ、パンツとかインナーとかシューズはねあのシンプルにしてますということで、この方は秋田の方なんですよ。で秋田なんですけども、インナーはロンティ1枚でもね乗り越えれるかねちょっと検証してみますわと、今のところ余裕ですっていうことだったんですけども、ただ購入してからね、あのちょっと以前僕動画出したので、おじさんダウンジャケットって何ですかって言ったら、ちょっと柄もんがおじさんですよねっていう意見いただいてるんですけども、その動画見た時にズキンとしたらしいんですよ。買った後やったからね、うわ友達しようと思ったんやけども、まあ僕も同じですわ、もう去年買ってもらってるからね、おじさんやなんや言われてもね、まあまあしゃあないですよね。まあそこはちょっと同世代でね一緒に頑張っていきましょうということで、まあ、全然おじさんにこの方見えませんけどもね、あの投稿いただいたということでありがとうございました。では次の方いきたいなと思います。26歳180センチ海外ヌプシの L サイズです。でこれはあえてね海外ヌプシをビッグサイズでね着てますので、こうゆったりとしたシルエットでいきたいななんて思ってますということで、あんまこの色見えひんな。普段ね海外ヌプシっていうとどうしてもブラックのイメージがあるんですけども、これ何色なのかな、ちょっとわからないですけども、綺麗にね色も収まってますよね。靴はねホカオネオネを履いてまして、まあ、個人的にはねあの日本ヌプシっていうのはちょっと細身なので、海外ヌプシの方がねあの僕は好きなんですということで、まあ、インナーとかねこうやって着られるんやったらねゆったりしてる方がね合わせやすいかなと思うんですけども、ありがとうございました。あの秋晴れというんかな、冬空の晴れた日にねいい写真かなと思いますね。ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。24歳164センチでサイズは S サイズを着用されてます。でこれパッて見てるとですね、あれれと線路の上で写真なんか撮っていいんですかと、これ拓造さんちょっと通報しましょうよっていう話も言ってはるかなと思うんですけども、これはご安心ください。これはですねあの駅の跡地なんですね。だからもう今は撮影しても大丈夫なんですということだけね注意書きされてたので、あの撮影してもね炎上しない路線ですよということで書いていただきました。ご丁寧にありがとうございます。これ愛知県の豊田市っていうところねあるらしいんですけども、紅葉とねいい感じですよね。そうなんですよね、コーディネートっていうのはもちろん単体でもいいんやけど、その行く場所ともね合うようにしなあかんと。例えばこうやってね迷彩着てんのはええんやけども、紅葉の時に迷彩着ていったらねガラガラで目疲れてくるでしょ。だからそういう時はやっぱ単色でね行かなあかんのよということで、まさにそれのねお手本のようなねスタイルかなと思います。ありがとうございました。そして次の方こちらゾーン、24歳182センチ大柄ですね、背が大きい。こちら3年前に買ったねヌプシなんですということなんですけども、これ韓国の、ノースフェイスみたいでね、確かにこの色見たことないですよね。多分この方おそらくですよグリーン好きなんでしょうね。ジャケットもそうやしスニーカーもね、これジョーダン1のねおそらくグリーンかなと思うんですけども、以前この人あれですね、あのオグリダウンの、ね、レビューお願いしますって言ってくれてた人ですね。他にもね何名かいらっしゃったんですけども、おかげでね動画が作れましたんでありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。で次の方はですねこちらズドン、176センチの36歳ということで、なんか見覚えありません、この画角。あれなんか見たことあるなと。で僕の動画よく見ていただいてくれたら、あれ自撮りの達人さんじゃないですかって、その通りなんですね。自撮りの達人さんがねあの今回も出していただいたということで、こだわりのねポイントとしてはですね、あの写真の角度とかではなくてですね、あのノースフェイスの、ね、ヌプシとサタデーサーフのねパーカーを合わせてますと。だから要はノースフェイスは山ですよね。で、サタデーサーフっていうブランドは海なんですよね。まあニューヨークなんやけどもね、ニューヨークなんやけど海をスタイルにしてるということで、山と海のコラボということで、合わせてあの自然スタイルというんかな、まあ、天然スタイルというんかな、ちょっとわからんねんけども、まあ、そういったねスタイルをされてるということと、あとはスニーカーもねノースフェイスは履いてますよということなので、いつもいつもね自撮りの達人さんありがとうございました。もう今回に関してはですね完全に火が入っておりますので、スマホの影がくっきり出ております。あ、こうやって撮ってんねんなと。片手でスマホを持ってここで真ん中ポチってやってるなっていうのがもう影からしっかりわかるんですけども、そういったヒントをね与えていただいてありがとうございました。車もいい車乗ってますね。ではね次行きたいなと思います。次の方ゾーン、25歳の170センチ着 M サイズです。でこだわりのポイントはですね、いつも拝見させてもらってますタクゾーさんをきっかけにノースフェイスが好きになりました。ありがとうございます。写真の説明ですが、ちょうど1年前にロードスタイルですね、ロードですね、トラブルスタイルで、彼女とね南紀白浜温泉に初めて旅行に行った時の思い出の写真ですと。まだ付き合いだてでね初々しかった時期でもありますので、服装もシンプルな色合いでまとめてみましたと。今思い返すとね、旅行の前日はねコーディネート迷いましたよと。明日何着ていこうかな、これがいいかなあれがいいかなってね迷ったんやけども、そんなのがね思い出としてね残ってますと。写真のねあの目隠しのところを見るとですね、平凡な一日シリーズ好きって書いてあるのでまた撮りたいなと思います。あの最近平凡な一日ね過ごせてないんですよ。ほんまに平凡な一日を求めてるんやけども、なんだかんだバタバタしてて平凡な一日過ごせてませんので、また過ごす時があればね写真っていうかあの動画ね撮りたいなと思っておりますので、まあ、ちょっとね待っていただければなと思います。まあ、年明けてきたらねちょっと落ち着いてくるんやと思うんですけども、引き続きね見ていただければ嬉しいなと思います。ということで、あと残り数名かな行きたいなと思います。21歳
165cm、サイズはちょっとわからないんですけども、グレーのパーカーでねフードを出して着るのがお気に入りのスタイルですということで、確かに今回ねヌプシに関してはなんかパーカーのイメージってやっぱありますよね。僕もあって、結構皆さんもねやっぱあるんやなと思ったんですけども、ちょっとストリートスタイルっていうんですかね、パンツはねワイドすぎるとねちょっとチビに見えちゃうので、あんまり太すぎない、リッキーズのワークパンツとかリーバイスのデニムとかをね履いてるということと、あと腕時計もね、手首のブロックを締めて常に腕時計が見える状態にしてると、そういうビジュアルとかね機能面にもこだわってますということで、ありがとうございました。ではね次の方行きたいなと思います。ドン。次の方はですね、23歳の178センチということで、双子でヌプシ着てました。え、双子？ちょっと見てみましょう。まあ似てると言われたら似てるんかな。でも言われんかったらわからないですね。この方おそらく前もくれたな。そやそやそや、レトロ X の紫で送ってきてくれた人や。おしゃれな。双子なんや。もう双子に目がいってコーディネートに目がいかへん。それともう一個気になるのが、無印で何買ったんやろっていうのが気になるから、ちょっともうコーディネートに目いかへんけども。ヌプシについてはですね、日本のヌプシよりもボリューム感のある、あの海外ヌプシ、アメリカのヌプシを着てますと。日本のヌプシだったら XL サイズのところなんですけども、まあ US ヌプシはね大きいので L サイズで買ってますということで、お双子でね登場していただきました。ありがとうございます。仲いいですね。23歳双子ってまあまあ元ないから仲いいか。まあ、23歳喧嘩してる場合ちゃいますからね。仲いいということでありがとうございました。では次行きたいなと思います。26歳身長183センチ、大きいな。サイズブラックですと。でヌプシはね中にパーカーを挟めばいい感じのアクセントになると思うので、黒ヌプシとグレーのパーカーを挟んでますと。でパンツはねアルパインロネットパンツをね履いてるということで、これはね動きやすいようにアウトレットスタイルにしておりますということで、これね全部ノースレスですね。パーカーもダウンジャケットもパンツもノースレスなんで、これでノースレス行ったらね店員さんビビりますよね。僕一回間違えられたことあるんですよ。ノースレスよう着てるからノースレスって言うじゃないですか。あのすみませんっておばちゃんに言われて、あ僕店員じゃないですっていうところあるんやけども、間違われないようにね気をつけてくださいということになっております。では次の方こちらズドン。あと残り3名です。170センチで、年が19歳ですということで、そろそろね寒くなってきたので体に気をつけてください。19歳でこんなこと言える？言えんかったよ僕は。ありがとうございます。こだわりのポイントはですね、ノースフェイスとファーストダウンという違うメーカーのダウンジャケットなんですけども、一応柄がですね落ち葉柄になってるので、このダウンはおそらく海外ノースの方ですね。そうですね、これはお友達と一緒に仲良く撮ってもらったんかな。ありがたいなと思います。スニーカーはねエアマックス95ですね。ありがとうございます。あのウィウィしい感じでね、あの本当に自分も19歳の時にねあったやなと思ってね、当時はねこの方みたいにこんなおしゃれできてへんかったんやけどもね、落ち葉柄ねとても似合ってると思います。ありがとうございました。では次の方いきたいなと思います。身長が179センチ、高いな。年齢が40歳ということで、まあ、こだわりのポイントはですねシンプルで男らしくいきたいなということで、バッチリ決まっております。こういうイメージの人ってだいたい SUV に乗ってて、まあ、可愛い奥さんとかね綺麗な奥さんを連れてるというイメージですけど、まあ、こういうほんまにもうザ男っていうか、なんかエアホースにデニムにヌプシーでキャップっていうねワイルドなスタイリングで、なおかつ身長も179あるんよと、これもう無敵ですわね。ありがとうございますということで、以上ね、ヌプシコーデをご紹介させていただきました。本当にね皆さんいつもご協力ありがとうございます。それのおかげでねこうやって動画撮らせていただいてますし、また視聴者の方もねこれ見てね参考にされるって方も非常に多いのでね、参加していただいた方本当ありがとうございました。次回はですね次ナンガでいきたいなと思います。でナンガに関しては縛りません。ナンガのオーラジャケットでもいいし、焚き火ダウンでもいいし、何でもいいです。とりあえずナンガっていうブランドやったらコラボしてても何でも構いません。とにかくナンガのダウンジャケットのコーデっていうのをね次集めたいなと思ってますので、また下の方からね、年齢、身長、こだわりポイント、この3つだけで結構ですのでよろしくお願いいたしますということで、本日はですねヌプシのコーディネートを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。